シャケオーケストラの鮭の話。電波大丈夫ですか今日？今日大丈夫そうですよ。うん。お前バッチリそうです。ダメだよお前、急に今できますとか、こっちだって忙しいんだから。これからお前今お前これから生しらす丼食べに行こうと思ってたところなのに、あ、すいませんね。本当だよ、すげえ楽しみ。11時半のオープンと同時に行って一番なんか空いてる感じでやりたいなと思ってたところ。いや、生しらす丼仕事じゃないじゃない。仕事とは言ってない、忙しいって言ったら。仕事じゃないじゃないですか。なんだお前、お前は本当にあれだな、日本人だな、仕事優先男。仕事が仕方ないじゃない。仕事が一番神か。いや、こっちは仕事してんだから仕方ないじゃないですか。出た。お母さんと子供が怒るやつ。出た。ダメよ、そんなこと言って。もうそんなお前、その辺の男になっちまったか、お前。くだらねえ。仕方ないじゃない。出た。また言う。合わせてよ。合わせてよじゃないよ。じゃあ、合わせるのは合わせるよ。じゃなくて、仕事なんだからとか言っちゃダメよ、うん、本当に。そう、まあね、気をつけた方がいいよ。本当に。お忙しいんだから、こっちもね。うるせえよ。うるせえ。それはお前のスキルのなさがゆえだろ、お前。いや、もう本当ね、ちょっともうストレスいっぱい。そういうこともあるからな。そういうこともあるよ。うん、その、忙しくなってるの、それただ、キャパの問題もあるからね。まあ、キャパがないだけなのか、私の。そうよ。そういう、あの、やっぱ、あの、昔のコンピューターを使ってるわけだから、これ処理速度がないわけだから、時間が。遅いから。そうよ。俺なんて、だって、お前、生しらす丼食べながら、お前、10キロ走って、お前、裸だやって、このラジオもやってんだから。楽しいね。楽しいよ。ラジオを聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。鮭オーケストラの鮭の話。はい。司会進行の、小森和子と、アシスタントの小森俊です。あ、もうダメだ、お前はもう仕事人間だよ。仕事人間だよ。仕方ないよ、まだ切り替わらないんだから。こっちは本当にお前は5分前まで仕事してるんだから。お前は本当に無能だな。本当にしょうがないよな。いや、そうやって生きて、そうやって死んでくんだもんな、みんな。いや、いや、俺もよ。いや、俺もよ。いや、俺もよ。されちゃうね。そう。こんだけ忙しい合間を縫ってラジオを参加した途端、嫌なことを言われるっていう、ね。いや、だって、5分前まで仕事してるんだから。そう、何それを強調してんだよ、お前。いや、忙しいんですよと。お前は、俺だって5分前までエニタイムフィットネスいたっつんだよ、こっちで。いや、だからだよっていうね。で、言ってるじゃん。その話してんじゃんって。そう。鮭オーケストラです。そして。はい。アシスタントのコシモモです。もみもみ。はい。鮭オーケストラは、家を捨て、軽自動車で日本全国を回りながら、ライブなどをしている芸人です。はい、うん、コシモモは福岡で青年実業家として頑張っています。嫌な言い方しますね。嫌な言い方じゃない。セミナーなどに足しげく通い、名刺交換などをして、人脈、口を紡げば口を開けば人脈こそ財産だという人間です。そして腰を揉んでます。揉んでます。そして鮭オーケストラの鮭の話は毎回、あ、よかった、気が良くなってきた、腰ももう。毎回6つのテーマを、ランダムで選んで、ただお話をするというそれだけです。はい、アシスタント風情、6つのテーマをとどろけ。はい。1、スポーツの話。2、最近の幸せな話。3、アプリの話。4、嫌いな人の話。5、モムの好感度を上げる話。もう上げてたけどな。ああ、だいぶ上げたけどね。いや、落とされましたよね。いや、これお前あれだぞ、お前、俺の
この偽悪ぶりを見たか俺の偽悪って言っちゃダメだ、ね、自分で言っちゃダメなんだよねああいうのって人が言うのはいいけど、自分で偽って言うのはおかしいな、自分で言ったらもうそいつ悪だよただのただの嫌なやつだよ。本当本当。じゃあサイコロ振ってください。じゃあ振りますね。いきますよ。はい、はい、振りました。はい、1ですね。1は何でしょう。何、1スポーツの話。そうか、スポーツの話か、全然興味ねえな全然興味ねえなまあ仕方ないですよ。でもまあやんなきゃいけないもんな。やんなきゃいけないスポーツ。どういうこと。あ、コシモモは結構すごかったんだよな、ね、結構そのあれではサッカーをやってたんだよな、うん、あ、サッカーやってました。言ってやれよお前、大分でな。でも、あ、ちょっとまあね、サッカーより先に言いたいことがあるんですけど、私、卓球をしてまして。してた？卓球九州。卓球、うん、してた。うん、うん。で、卓球九州2です。卓球九州2って何それ、何？早口言葉？何何卓球九州2ね。めちゃめちゃ簡単じゃねえか。何歳の時ってこと？ 18、9かな。何それ、いい大人になってそんなことやってんの。18、9なんてもうあれじゃん、もうさ、分別わきまえた年でまだ卓球やってる。怪しいよ。ちょっと待って、卓球やってる人に失礼ですよいや、なんか そのイメージあるの、大人が卓球やるってちょっと面白いなと思って。なんか俺のイメージでほら、あれやっぱ言っても愛ちゃんとかじゃん、卓球少女愛ちゃんとか。なんかそれこそその今卓球で活躍してる人なんてもう子供じゃん、なんだらみ伊藤美誠、伊藤美誠ちゃんとかとかね、あれの15、6とかからじゃん最初に出てきたのね。あ、まあね、あ、はいはいはい、うん、チョリッスだっけ、あの男チョリッスみたいなこと言う、はいはい、張本くんね、チョリッスね、あ、うん、チョレイだよ、チョレイ、チョレイ、ちゃんと言う、お前さ、お前俺殺しかお前いやいやいや、何自分でお前ちょ訂正させてん。チョリスはお前あれだよ、変な恫喝した女だよなんか恫喝、なんかタピオカ潰すぞ、まあ、間違ってないけどね、うんうんうん、でも店と潰したろかいのやつだろ。いやじゃなくて、うん、そうああいう頃はほら子供のイメージじゃん、13歳とか15とか。そうね、そうね、だからほら19とかでさ、九州2とかさ、すげえなんか、うん、なんだろう、まだ全然成長できてない大人みたいな気持ちだよねなんでだよいやいやあ、すごいね。じゃあうまいんだ。すごいでしょ、うまい。あれのか、あのラケットの持ち方の方か、あの輪っか作る方じゃない方のやつだろ。あ、私はね、輪っか作る方で。うわ、ダセ。え、そうなの。いや、それは偏見ですよ。プレースタイルに話ですチキチーターとかやんの。チキチーターってなんだろう。あ、それチョレイの人や。チョレイの人。ちょ、なんだっけ、そんなに、チキチーターとかなかったっけ。なんかありそう、ありそう。切るやつ、切るやつ。お前全然知らねえじゃん。知らないよ、その。チキータか。チキータだ。チキチータは、アバだわ。アバの名曲だった。アバ。いや、お前本当に物知らない。お前さ、もうやれないよ、一緒に。あのさ、多少はさ、どれかは拾ってくれないと、俺もうね、やれないよ、本当に。全部自分でお前、トライアンドエラー、トライアンドエラーだよ、こっちやめろよ、お前、こんな恥ずかしい話ないよ。ここで笑ってるだけだから。勉強して、ちゃんと。まあ別にチキチータ勉強する、しなくてもいいけど。難しいよね。卓球なのね。いや、でも、あ、じゃあスポーツはできるんだね。スポーツはできるんだね。スポーツは、うん。まあ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 できると思う。でも力強いの。最近はもう力弱い。力弱いんだ。うん。足速いの。最近でももう足遅い。嘘。何ができんの？器用なの？器用でもない。え、どういうこと？あの、人の気持ちが分かるんですよ、私は。あ、そう。うん。なんか嫌な流れだな。いや違う違う、お前が自分から入ってきたんじゃん、このドブ川に。いや、ドブ川に、違う、お前が別に見てただけじゃん。お前が勝手にドブ川に入ってたんじゃん。ねえ、知らないよ。いや、うん、勝手に入ってろよ。気持ちがわかるのでね、うん、ほら、相手が嫌なことをするっていうのはスポーツの基本じゃないですか。そうなの、うん、そう、なので、ああ、まあ、あの
対戦だと特にな。そう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 、うんうん、もうそれしかないですけど。ああ、であれなんだ、サッカーではディフェンスやってたんだっけ。サッカーではそう、ボランチでディフェンスかな、うん、ああ守備的ミッドフィルダーだろ。そう、守備的ミッドフィルダー、やっと、やっとだろ。やっとさん、そう、遠藤とかね。うん、いや、なんで大会って、別にいいじゃねえかよ、やっとで。別に何、皆さんのためにみたいな。ほら、物知ってるから。うるせえよ。やっとさんって一回変な感じになったじゃねえか、お前。誰がそれみたいになってんじゃねえ。誰がそれ。まあ、いや、スポーツね、スポーツどうなの？スポーツだろうね。スポーツはやっぱしないね、最近は。まあ、そりゃそうか。うん、したい気持ちはあるけど、しないね。なんで？あ、まあ、忙しいから。いや、やっぱ忙しい。その、エニタイムフィットネスなんかに行く時間はないですから。いや、24時間やってるよ。だから行けるよ、別に。お前は別に酒飲むんでんだろ？酒飲んでんだろ、だって。いやいやいや、飲んでないです、私。いやいや、飲んでって言ってたよ、毎日飲んでるって。まあまあ、でもそんな日、まあ、最近やめたの。うん、嘘、嘘。体重が過去最高になりまして。何キロ？ 68.1。 うわ、豚じゃん。豚じゃんって。何センチだっけ。170ぐらい、170ぐらい、うん、170。あ、そうか。そう、まあ、うん、まあでも70超えなきゃね。まあね、でもやばいなと思って、ここ1週間ぐらいはダイエット始めて、うん、でもあれだよ、運動しないダイエットなんてもうすぐ戻っちゃうよ。まあまあそうなんですけどね、うん、まあでも、まあ、しないしないよりしないよりはいいかと思いながら、うん、だからあれじゃないの、スポーツってさ、子供はなんかやらせてんの今。いや、サッカーか。何もしてない。やりたいとか言わないの。いや、特に何もないですけどね。子供の、習い事っつったらもう水泳とか体操教室とかでしょ、やっぱ子供は。あ、定番はね。そうなるんでしょうね、定番はね。スポーツ系はね、うん、ああそういうのやれないの。やらないんでしょうね。なんか逆に今から始めたいものとかありますか。俺できる、スポーツってこと。スポーツに限らずってこと、うん、どういうこと、うん、スポーツに限って。スポーツ、この年で始めれるスポーツって何なのかな。いや、それは何でも別にやったっていいでしょ。なんかやりたいのあります。やりたい、うん、どうだろうな。いや、もう全然思い、何も思わん何も思わん知ってるぐらい。そう、いや、だからどうだろうね。まあでもほら、ベタに格闘技とかはね、楽しいとかやってみたい、やりやすそうですよね。だけどあれだよね、やっぱ格闘技ってどうしてもあのボクシングとかキックボクシングとかならいいけどさ、うん、こう柔術とかさ、その、はい、なんつうの、総合みたいなのになるとちょっと嫌だよね。あれ、わかりますよ、あれでしょう、うん、汗でしょ。そう、おじさんじゃん。いや、これ言い出したらもうダメよね、終わりなんだけど。まあまあね、うん、うん、でもなんか嫌だよね。嫌だよね。嫌ですね。何、俺ね、1、2回なんかやったことあんのよ。あ、へえ、ほうほうほう。そう、あの結構やってた時あって、うんうんうん、それのなんか、そうそのコースというか、うん、違う時間帯は総合もやってますみたいなんで、あ、ちょっとやってみようと思ったけど、やっぱ嫌だよね。あのぬめったすねとか嫌だろ。ぬめったすね毛とか嫌だろ。すね足、毛の感じ嫌ですね、おじさんのね。嫌だろ、うんうん、俺だから俺すぐタップしたもん。痛くもねえのに、痛くもない、痛くないのに、すぐタップしたよ。もう タップして離れるからね。ぬめってるからタップしたんですね。そう、とはいえさ、やっぱああいうのってさ、うん、ちょっと知り、やりたいはやりたいよね、知りたいというかね。だってちょっと首の角度変えただけでもう落ちる手前になったりとかっていう、そのちょっと魔法みたいなとこあるじゃん、人の。あ、なんかそんなのあるんですか。そう、いや、例えば首を決めるにしても、うん、はいはいはい、肘を90度、うん、あ、肘っていうか、手首を返すと返さないで全然
痛みが関わるとかね。いやだからもうそういうもう関節の話だからさ。はいはい。そうそう。だからそれはそら理学療法ともちょっと通ずるとこもあるのかもしれないけど、この人体の仕組みだからね。まあ、うんうんうん、言ってたじゃん、あのここからは全部つながってるよとかあるでしょ、お前もその首から。ありますね、なんか筋膜でとか言いますね。そうだから、あ、肘のここを触ったらもう全身痛いとかね、なんかそういう。あ、はい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 、うん、はいはい、そういうのはやっぱ知りたいよね。知ってあのお前に会いたいよ、うん、いや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 、会いたいなって思っちゃうよ。あ、そういうの、そういう一通りの技を覚えると、お前が恋しくなるよ、本当に。元気にしてるかな。いや、まあ、基本はさ、そんなの人にはやるべきものじゃないからやらないけどね。基本はね、うんうん。そう、その、本当に、そういう試合とかじゃないとね。うんうんうん、だって、特に、そんなの、そんなのダメじゃん。うん。うんうん、そうそう。ただのいじめというか、そうだよ。そうだよ。うん、で俺やらないじゃん、だから別にやってないじゃん、やらないけど、ね、本域のローキックとかやらないだろお前に。しないしない、そうでしょ、うん、まあだから、うん、そうだな、スポーツな、あと俺基本的にその団体競技が向いてないからな。あでもなんかそんな感じはあるかもしれない、うん、やったら楽しいだろうけどな、うん、あの1試合とかなんか楽しいんじゃない、うん、野球とかね、サッカー、あ、はい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 、バスケとか、うんうん、ただそれをほらイメージがないですもんね、部活みたいにする、そのなんか要は毎週それをやるみたいなのはしんどいかもね、うん、うんうんうん、なんかそれをするイメージはないですね、確かに、うん、なんか嫌な気持ちに、俺でもバスケ部だったんだよ中学の時。え、あ、そうなんですか、うん、半年だけ、初耳、うん、半年だけ、へえー、知らんかったですね、うん、まあだけど全然しんどいなと思って。普通のダメな人でしんどいな。半年だけだからね、しかもそう、うん、なんかあれだよな、その、うん、このあれとも通ずるんだけど、このやっぱさ、うん、人がこれ変な意味じゃなくて、団体競技とか団体の場所ってさ、うん、ただ分かる人は分かるだろうけど、うん、俺以外のこれそういうわがままとかそういう意味じゃなくて、俺以外の他の人がキャッキャしてるのを見たら暗くなってくるじゃん、うん、あ、そうです、あ、志村さん。いやいや、今のは志村さんじゃないけど。じゃないね、聞いたんだもんね。そうそうそう。あのさ、本当にこれ、月一で志村さん出てくるんだよ、このラジオ。俺が好きすぎるのかしら。ね、そう。いや、なんつうの、あの、うん、まあ、要は、うん、俺じゃない周りで、仲良さそうに話してるのとかを見ると、うん、まあ、要は、蚊帳の外の感じってことかな。あ、うん、はいはいはい、あ、そっちですね。うん、そうなるとちょっと暗くなってくるよね。まあ当たり前か。ああ、はあはあはあ。だそういうのができる人は何々の話とか入れたりするんだろうけど、これだからさ、うんうんうん、これね、うん、こう今地方回ってるでしょ。はいはいはい。このまあこれさ、絶対そう取っちゃダメなんだけど、一個の一県、その県民性とかよく言うじゃん。はいはい。うんうんうん。だけどぶっちゃけ、うん、まあそれは特徴としてはあるかもしれないけど、全員がそうじゃないからね、うんうんうん、大阪人は全員突っ込むんやでとかさ、うんうん、おもろいんやでっつってさ、うん、まあ面白くない人もいるわけだしさ、はいはい、まあ、ね、ま真面目な人もいるわけでしょ、うん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 、だからその一概にそういう県がだからどうだとか言うつもりもないし、あと、はい、なんだろうな、あの言ったところで一箇所しか回ってないのにそれで決めつけるのもよくないじゃん、そのね、うん、1週間、はいはいはい、2週間いてまだあれなんだけど、うんうん、とはいえ県によっては、うん、そのなんつうんだろうな、うん、あの初めましてって行くでしょ、はいはい、よろしくお願いしますってライブね、うんうんうん、したらもうそのライブハウスの、ま、うん、人とその、うん、ライブに一緒に出る対バンの人ね、はいはい、うん、そのがもう前から仲いいのか知らないけどさ、ずっとキャッ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 、うんうん、
あの喋ってさ、嫌だな、うん、いや俺来てんのになとかね、うん、いや別にいいけどね、うん、いいけどね、いやそれ逆に言うと、うん、はいはい、あのですねこうなんですよとかもうちゃんと輪に入れて話してくれる場所もあるわけ、うんうん、相対的に、はいはいはい、だから、はいはい、いやそっちがありがたいなってより思えるなっていうことね、うん、そうですね、まあ、もちろんなんか向こうも人見知りしてそうなってるのか知らないけどさ、うんうんうん、いや俺、いやというか俺だったらしないけどなと思うけどね、俺が、そうね、私もそれ思うね、あれよく、うん、シンさんまた来てたの、あの人ほんと酒飲んだらさとか、俺の知らないシンさんとかもあるするわけでしょ、わかります、すごく、いやしんどこいつらしんどと、ね、あの俺もう決めたんだ、あの決めたっていうか今更だけど、そういう時は どうするの、あじゃあっていうか俺が今決めたっていうのはツイッターとかライブとかでは、うんうん、もう一切封印してるけど、はい、ラジオだけではもうどんどん言っていこうかな、負、うん、の嫌なこと言ってお前が好きだよね、俺一切ツイッターとかで、ツイッターで、うん、あのネガティブなことは言わないって決めてんの、あはい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 、うん、あの見たくないだろうし、要はその社協オーケストラ B 面みたいな感じかなラジオは、いやいや分かんない、 A 面と B 面があるとしたら B 面かな、お前何裏表あるみたいなこと、そういうことじゃないですかっていうのが、そのツイッターに関しては、はいはい、あの、うんうん、俺を求めてなくても見えちゃうやつだったりするじゃん、ああそうなんですか、ほうほう、いやいやだって別にツイッターなんてリツイートとかされたら見たくもないの見えたりするでしょ、ああそうか、知らない、はいはいはい、そうそうそう、うんうん、であとライブに関しても基本的に見たくもないのに、うん、見えたりする、 でもラジオってこれ俺に来ないと見れないやつや、はい、聞けないから、そうかそうか、そうですね、はい、まあそういう覚悟があってくればいいんじゃないかなんかそれ嫌なんだよね、あの今日もあの会社のなんやつがうざくてとか、うん、聞きたくないじゃん別に、ああ見えちゃうっていうね、うん、マジでだるいとかさ、いや知らないよ、うん、言ったところでって思うでしょ、ね、うんうんうん、だけどこれほらこういう話はこのあれした方がいいってこと、危機に来てるからね、そうということで、さっきのライブのその話は、はいはいはい、来週ということで、うん、来週は引っ張る今日の一曲いきましょう、あら本当にいきます、今日の一曲は行きましょう、もういい時間だから、わかりました、じゃあ、VS お前、ああいやあるかな、 VS お前、 VS お前ないわ、VS 音源 VS あない、そうしたら実はあのこの鮭の話の最初のオープニングのジングルは VS お前なんだよね、あれお前は聞いたことないだろうけど、鮭オーケストラのデデン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 デンデンって、そうあれ VS お前な、あ VS お前なんですね、あのイントロ、あいや曲いきましょう、あじゃあノイローゼセレナーデで、いや好きだな本当に何か困ったらまずノイローゼ、いや俺まあまあ流してる、まあいいんだけど、まあでこれ前も言ったけど、久しぶりの歌ないかなと思ったら、あ本当、あいいよ、うん、久しぶりと言ったらノイローゼセレナーデが半日仮装だろお前じゃあノイローゼセレナーデ聞いてください、酒オーケストラはツイッターブログ、ブログやってます。ツイッター、YouTube などやってます。あと、全国回ってるのでよかったらライブ見に来てください。以上、鮭オーケストラと、アシスタントのコチモモでした。はい、さよなら。上がる脈拍ワン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 。
てなで鮭の話。